NTT ドコモは2011年夏モデル新作発表会において、ソニーエリクソン製スマートフォン Xperia Acro SO02C を展示紹介しました。基本スペックは Xperia Arc をベースとしつつ、日本市場向けにお財布携帯、赤外線通信、ワンセグといった機能が追加されています。デザインはヒューマンカーバチャーという人間の肉体の曲線美を表現したこういうシルバーのデザインをあしらっていたり、アクアというカラーは夏をイメージして、グラデーションの夏の海をイメージしたようなカラーリングとなっております。ディスプレイは解像度 854×480 ドットの 4.2 インチサイズで、カメラにはソニー製の 8.1 メガ2面照射型 CMOS センサー EXMORR4 モバイルを採用しています。アーク同様モバイルブライビアエンジンを搭載しておりますが、エクスペリアクロはワンセグにも対応していますので、そのモバイルブラビアエンジンはワンセグにも適用されて、より美しい映像をご覧いただけます。やっぱり初めてスマートフォンをお使いになられるご予定の、メインは30代から40代の男性女性両方の方をメインターゲットにしています。カラーはアクア、ホワイト、ブラックの3色で、6月から7月の発売を予定しています。こちらは機能を主に試行される方向けの商品でして、 Xperia Arc の方はデザインを試行されるお客様向けの商品という形で併売をしていく予定です。